宇宙天の川銀河太陽系第三惑星地球日本の東京に住んでいるスイカメです。です本日の動画はこちら。こちら。スイカメちゃんと日本語遊びの動画だよ。カタカナ読んで覚えて書いてみよう。マミムメモ 皆様ごきげんよう。スイカメです。はい。今回は、魔行のカタカナをお勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それではまずはね、読み方やっていくので、よかったら後に続いて行ってみてください。始めます。はい。まずはこちらですね。これが、ま、ね、まとびん読みます。はい。 まですね。次です。こちら。これが、み、みと読みます。みですね。はい。次です。こちら。これが、む、むと読みます。はい。むですね。はい。こちらは、め、めと読みます。 はい、最後です。これ。これはね、も、もと読みます。はーい。一緒に読めたでしょうかではですね、次はこちら。ね、上の絵を見てください。ね、こちらに書かれた絵が何なのかというのを当てるゲームをやっていきます。はい、まずはね、こちらね。これ。こちらは、まから始まる。 お魚さんです。はい。まから始まるお魚さんです。はい。このね、まから始まるのはね、お魚の種類になりますね。はい。さあ、なんでしょうか。えー、こちらはですね、お寿司では定番で、ね、すっごく大きいお魚。またですね、常に泳いでいないと死んでしまうと言われています。はい。さあ、なんでしょうか。ね、こちら。 わかったかな答えは、こちらね。マグロ。ねマグロでした。ねお魚の種類マグロでした。マグロのお寿司食べたことありますか美味しいですよね。では次です。こちらね。ねこちらは、実から始まる、えー、食べ物ですね。ね実から始まる食べ物です。さあ、何でしょうよく食べるんじゃないかな特に冬場 うん。に多いかなと思います。ただね、ジュースとかでもあるし、ね、アイスとかの種類にもよく出てくるので、ね、一年中食べれるイメージがありますね。はい、こちら甘酸っぱい美味しいね、フルーツになります。さあ、なんでしょうわかったかな答えいきます。こちらは、みかん。ね、みかんです。みんな食べたことありますかね、これとっても美味しいですよね。では次です。はい、こちらは、 むから始まる貝の名前ですね。貝です。はい。むから始まる貝です。さあ、なんでしょうか。ちょっとね、これね、頑張って書いたんだけど、わかるかなあのね、パエリアっていう、えっ、ー、と、料理に入っている貝だったりするイメージかなうん。そうですね。これは二枚貝になってて、こういう、パカパカってこういう感じね。こういう感じでくっついてるやつです。さあ、なんでしょうか。 はい。答えいっちゃいますね。こちらはですね、ムール貝。ね。ムール貝という種類の貝でした。ね。みんな知ってたかなはい。それでは次です。こちらは、目から始まる食べ物です。はい。目から始まる食べ物です。ちょっとこれわかりにくかったらごめんね。なんでしょう。こちらはですね、パンの種類です。 ね、菓子パンになりますね。菓子パンの種類。これ食べたことあるかな上がね、クッキー生地。ね。を使われていて、下にね、パンが入っているんですよ。ここら辺にで。その上にクッキー生地がついてるんです。美味しいんですよ、これが。さあ、なんでしょうスイカ名大好きなんですけどね。こちら、ね、食べたことある人いるんじゃないかな正解は、メロンパンです。はい。メロンパンでした。分かってくれてたら嬉しいです。 さあ、ラストです。こちら、ね。これは、もから始まる動物さんです。はい。もから始まる動物さんです。さあ、なんでしょう。こちらはですね、いつもは土の中にね暮らしています。ねたまーにね出てきます。さあ、なんでしょうか。えっとね、このね、尖った鼻とか鋭い爪が特徴です。うん。 あとね、いつも、その、地面の下の暗いところに暮らしているのでね、あんまり目が見えない、ね、言われています。はい。さあ、なんでしょうわかったかな答えいきます。こちらは、もぐら、ね、もぐらでした。本物を見たことはないですが、動画で見るとね、とっても可愛いなって思います。チャンネル登録お願いします。 はい。それでは、今から、ね、書き順。ね、まみむめも書き順をやっていきたいと思います。一緒にね、ぜひ、誰かに書いてもらって、指でなぞれるような状態で、ね、やってもらえたらなと思います。さあ、行きましょう。レッツゴー。まずは、まですね。こちらは、ま、1番。ここから始まります。左から、右、少し上に上がって、ここ、カクカクポイントですね。離さず、左の下、真ん中あたりぐらいまでね。 下ろします。左下にね。この真ん中あたりぐらいまでで、ね、下ろしますね。左から行って右に上がり離さず左の下の方へ向かって真ん中ら辺で止めると。はい。そして2画目はですね、ここ、今下ろしたところがくっつくようにね、書きます。ここですね。左の上の方から右の下にね、短い線を書きます。ここはくっつくポイントですね。 一画目は左から右へ上がって離さず左下へ行くここにくっつくように二画目は左から右の下の方へ向かうこんな感じになっていますまですね次です今度はみみはですねこの線が3本ですしょんちょんちょんになりますねはい見ていきましょう一番上真ん中一番下というね上から下にじじゅんゅん書いていくことになります 書き順は全部一緒です。左の上から右の下へ。ね。左の上から右の下へ。そして、左の上から右の下へ。ね。三本とも、この角度で書くことになります。長さ的には、こことここが同じぐらいで書いて一番下が長い。もしくは、ちょっと上が長めで、真ん中が短めで、まあ、一番下が長いみたいな。まあ、いろいろありますね。はい。こんな感じになっています。さあ、どうでしょうか。 3本、よいしょ、よいしょ、よいしょ、と書ければ OK ですのでね。一緒に書いてみましょう。次行きます。今度は、無ですね。むは、ちょうどほぼ真ん中あたり、もしくは少し左側かな、ぐらいから始まります。ここから、左の下の方へ向かいます。そしてここは離さず、カクカクポイントですね。そこから右の方へ、ね、まっすぐな線書きます。はい。 ここ少し右上がりの方が綺麗に描けるかな。で、ここで終わったら、今度はここをね、目指して2画目は通るようにして、左から右の下へ下ろしますね。ここぶつかるポイントです。はい、もう一回行きましょう。1画目は上から右、右でもないな、真ん中。ね、真ん中、ちょい左ぐらいから始まるかな。から始まって、左の下へ下ろします。離さず、カクカクポイントこのまま、右の方へまっすぐ行って、そこに、ね、 重なるように2画目は左から右の下の方へね、この角度で書いていくということです。むですね。はい、書けたでしょうか。次です。目ですね。目は長い短いになります。1画目は右の上から書いて、左の下の方へ払います。これですね、2画目がないと、ののカタカナと一緒です。 ね、一画目、右の上から左の下に払いました。そして二画目はこのちょうど真ん中ら辺をね、ぐさっと刺します。ここ、左の上から右の下に、まっすぐな線ですね。これがついて、目というカタカナになります。もう一回行きますね。長い方、右の上から左の下に流して、今度短いのは左の上から右の下に書きます。これが、目になりますね。はい、次です。今度はですね、 もですね。もぐらのも。まずは一画目。横に。左から右へ。ここが短い線です。次はですね。これと同じ角度で長い線。左から右へ書きます。そして、まあ、ちょうどこれとこれの間ぐらい。ね、これとこれの間ぐらいを通ります。ね。そして、下に下ろしたら柔らかく右の方へね。向かう。 ここは、えーと、突き出さないポイント。ここから始まって、そのまま、さ、二画目を通り過ぎて、ここからね、ゆるーく右の方へ曲がり、まっすぐですね。で、止める。これが、も、になります。もう一回いきます。一画目は短い。左から右へまっすぐな線そして、二画目。さっきよりも長めに書きます。左ね、ちょっとここよりも左側から書いて。左から右へまっすぐな線はい。そして、これとね、一画目、二画目の、 ところちょうど真ん中を通るような線を描きます。上から下に。ね、ここ突き出ないポイント、ここから始まって、くっつくとこから始まって、ここを通り過ぎて、ここまできたら緩やかに曲がる。右側に曲がっていく。はい、こんな感じでした。いかがでしょうか。はい、それではね、スイカ目実践編やっていきます。さあ、見ていてください。まずは、まですね。まは、横に。 書くところから始まります。左から右へ、ね。少し右上がりが可愛いかな。よし。そして、真ん中ら辺に左下にね、下ろしてくる。ここで止めて、ね、ここにぶつかるように2画目を書きます。こんな感じです。ま、ね、までございます。はい、もう一回行きましょう、ね。ちょっと大きめ書くね。左から右に行って、左の下に戻ってくる。だいたい真ん中かな。 こんなに長くなくてもいいかもしれない。そして、ここにぶつかるように2画目を書く。ね、こんな感じです。ま、ね、までございます。はい、次行きまーす。今度は、みですね。はい、みは3本ね、同じ角度で書いていきます。さあ、書くぞ、行くぞ。上下、上真ん中下ですね。左から右に下ろす。左から右に下ろす。 左から右に下ろすこんな感じです。はい。こんな感じですね。み。これ上手に書くの難しいですね。学校ではどんな風に、どこが長いんでしょうね。はい、いきます。これと、これと、これです。はい、こんな感じです。角度をね、同じにする感じですかね。ちょっと一番下だけ長いかなって気がするんですけど、こんなのがみとなっておりました。はい。次いきます。 今度は、むですね。むは、ね、真ん中ぐらいから始まります。はい、左下に行って、あ、ちょっとごめん。え、なっちゃった。ここは離さず。ね、少し上上がった方がいいかな。うん、こんな感じになります。で、ここで止めますね。ここにぶつかりたい二角目は、左の方から入って、右の下の方へ。ね。こんな感じです。む。ね、むでございます。もう一回行きましょう。はい。 上から左下に下ろし、ここは鼻さだいでカクカクポイント。ね。右の方へ行きます。そして、ここで止めたら、ここにくっつく線を書左の上から右の下へ。ね。こんな感じです。ここはね、短めの線になりますね。はい、無欠けたでしょうか。こんな感じです。次です。今度は、目ですね。目を書いていきます。目はのを先に書いてから線を書きますね。まずのです。 こんな感じ。右上から左の下の方にちょっとカーブですね。丸みを帯びた線になります。そして、まあ、この真ん中ら辺ですね。ここにぐさっとね、突き刺す線になります。いきますね。よいしょこんな感じです。目。ね、なんか剣みたいだよね。面白い。もうちょっと長くてもよかったかな。2角目が。もう一回いきます。右の上から左の下へ行ったら、そこの真ん中ら辺にね。よいしょ、こんな感じで。はいこれが、 目でございますはい次はちょっとねお待ちくださいよいしょはいもですねちょっと見づらいかな大丈夫かなごめんねはいではいってみましょうまずはね上の短い線からいきますよいしょ横線ねまっすぐな線そして次のまっすぐな線ですねはいそしてこれの2つの真ん中ら辺を通るここから ね、ここははみ出さないポイント。上から行って、この辺で曲がると。まあ、ね、ちょっと真ん中、2画目が長かったかもしれません。はい。もう一回行きましょう。まずは短い線ですね。その後で長い線を書いて、ちょうど真ん中ら辺ここは突き出さない。ここから始まって、下へ行ったら、ね、右の方へ曲がる。 気持ちいい真ん中というよりちょっと左に寄っちゃうかもしれないですね。はい、こんな感じでした。いかがだったでしょうかね。何もないところで書くとこういう感じになりますよ。はーい、もまで書けました。カタカナのマギョをやっていきました。マミムメ,メもやってみましたが、いかがだったでしょうか読んだり、ね、なぞったり、書いたりできたでしょうかね、ちょっとでもみんなのね、力になっていれば嬉しいです。 はい。それではね、終わっていこうと思います。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。皆様お疲れ様でした。それではまた別の動画でお会いしましょう。バッハハーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バッハハーイ。